さあ、お待たせいたしました。フジロックフェスティバル2018バカボン踊り、これより生演奏でお楽しみいただきたいと思います。もう先ほどからですね、何度かもう練習の方はされてるかと思いますけども、改めてこの後ね、ちょっと振りの練習をした後、生演奏突入という流れに、いきたいと思っております。さあ、このですねバカボン踊り、観覧無料です。観覧自由でございます。たまたまガーデンプレイス通りかかったという方、今日仕事終わりの方、それから買い物の途中という方もですね、どんどんこの広場の方にお集まりください。よろしいですか。遠くでご覧になっている方もね、どうぞどうぞ前の方にお集まりください。前の方まだスペース空いてますよ。あ、2階の方でね、ありがとうございます。2階もいいですけども、1階もいいですよ。結構ね、もう涼しくなってかけてきましたんで、ここもう踊るスペースたくさんございます。分かってるんですよ、恵比寿の皆さんも無料という言葉に弱いということは、ね、観覧無料、参加無料でございます。今年は赤塚先生が亡くなってちょうど10年という節目にあたります。赤塚先生もとにかくしんみりではなくて、もうバカ騒ぎしてもらいたいという、まあ、そういったあの気持ちをですね、我々もしっかりと継承して、今からバカ騒ぎしていきたいと考えております。よろしいですか。はい、前のスペースはよろしいですね。はい、そして準備も整えましたでしょうか。ではお待たせいたしました、この後は大友義英スペシャルビッグバンド、吉垣康弘並びに二階堂和美による生演奏でお楽しみいただきます。そして振り付けと踊りは珍しいキノコ舞踊団の皆様にお願いしたいと思います。どうぞお願いします。上に上がってもらいましょうか。はい、どうぞ。ではまずは振り付けのお勉強からしていきたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。こんばんは、珍しいキノコ舞踊団です。これからですね、踊る藤尾音頭というのをちょっと簡単に振りの練習をさせていただいてから、本番に臨みたいと思います。なんとなく、まあ縁じゃなくてもいいんですけど、見えるところにいて踊っていただきたいんですけど大丈夫ですか。なんとなくみんなポワーっとね、ポワーっとなさってると、まあちょっとね引っ掛けながらで大丈夫なので、伸びながら片手でやっていただければと思います。この盆踊りは赤塚先生の漫画の、動きをですね、動きというかポーズを、こう切り取って作ったようになってますので、張り切ってポーズに通して動いていただければと思います。ね、じゃあもう早速やっちゃおうかな。じゃあ、最初なんだっけ、あ、手叩くの。手叩くんだ。あ、こんなんだったの。違うよ。すいません、間違えました。浴衣着てない方も、あれなんですけど、浴衣着てる方、こういう、秘密のアコちゃんに出てきたキャラクターを、そうです、そう思って、にゃ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 、レレレのレレレレレレレそうですね、レレレのおじさんです。レレレのおじさんで、じゃんけんのお仕事ですか。レレレのレレレレレレですか。レレレレ串うどんです。お食事ですか。レレレのレお迎えですか。レレレの時にレレレの時計で書きます。こんな感じで、まあレレレって言われたらほうきで書いてください。で、はいってなって、ちゃんちゃんちゃん、だらだらしたいきます。ちゃんちゃん、今度上に開いちゃいます。上開くで、盆踊りの形、盆踊りの形、これもご存知ですね。そしたら次が、まあ他のキャラクターなのに、おそ松さん大体こんなことになってて、おそ松くん感じがしたんで、このポーズで、で、適当に、はい、みたいな、適当に揺らしてください。で、今度は、威張ります。バカボンのパパみたいに、ちょっと威張って、はい、適当に揺らしてください。この繰り返しですと、ちょっと、威張って、適当に揺らす。そしたら、はい、赤塚先生みたいな感じで、指さし、天井指さす。先生、はい、この反対も指さして、ちょっとセクシーに足横に出します。横に出して、反対も横に出して、はい、天井指さして、天井指さ
さお尻ちゃちゃんブンブンブンで、あーじゃじゃまーあーポックポック、はい、もう大体こんな感じです。盆踊りなんて、まあ、あまり真面目に踊ってもねって感じなんですけど、一生懸命こう飲みな一生懸命お酒を飲みながら真面目にふざけてきました。で、その次が反対の賛成賛成反対ひらいにこうキーワードひちょ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 ち
今日盆踊りこれだけじゃなくて何曲かやると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。珍しいキノコ舞踊団の皆さんでした。ありがとうございました。これから始まります。生演奏の、ババ盆踊り始まります。よかったらみんな遠慮せずに踊っていってください。で、今振り付け見てても分かる通り適当でも大丈夫です。分かんなかったら適当に手を挙げてれば大丈夫で、あとは反対の賛成のところとかみんなででっかい声で歌ってくれると日頃のストレスが、吹っ飛ぶかなって感じです。ということでいきなりやりますか。はい、じゃあ、歌い手さん、サチコ M さん、それから二階堂和美さん、真ん中のステージに上がりますので拍手です。みんな準備いいですか。踊り方わかんない人は水玉の赤い服着た珍しいキノコの人たちがみんな中とか上にいますので、それ見ながら踊るといいと思います。じゃあ準備はいいですか。いい静かだな。やりますか。じゃあ行きましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの、
ホールでも、スペシャルビッグバンドで二階堂さんの歌とかいろいろやったりするので、そっちの方もちょっと有料ですけども、ぜひ見ていただければと思います。じゃあですね、せっかくなので、以前二階堂和美さんに歌ってもらって、あまちゃんってご存知です、皆さん。ありがとうございます、拍手。アマちゃんの中で地元に帰ろうという歌があったんですけども、それを温度にしたバージョンがあります。で、地元に帰ろう温度というのがあるので、ちょっとサチコ M さんが振り付けしたので、振り付けの説明簡単にしますね。それでみんなで踊りましょう。じゃあ、大体やる動きで、結構もう真似すれば大丈夫なので、ゆっくりやりますから、とりあえず動きの確認だけしますね。まずこんな動きです。空の確認から大体で4回の2つのアクションで、そうすると、はい、後ろ下がります。後ろ下がったから、そうそうそう。で、この動きね、で、このテンポ、で、もう1個ぐらい、次は歌入ります。
か、ね、上手上手、はい、これも OK ね。でまた年収下がります。やってるうちに、盛り上がってくると逆回転してくれる。今こっち、こっちで歩きながら、なんとなくゆっくりやったら、逆回転って言ったら、今まで言ってたのと違う方向に行ってください。そこだけ一番の方向。あとは最後に3番の方には、皆さんにお任せします。以上、3番はもう自由に、3番じゃなくて、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。あの、富士温度はまだまだもう一回演奏しますので、地元に帰ろう温度を、やりましょう。じゃあ行きましょうか。ギリギリになっちゃった。押しますよ。見た見た。映画見てるのか。ワン、ツー、電話だった方がいい。ワン、ツー、せーの。
ありがとうございます。今日富士雄の温度の盆踊り、今日も明日もやりますけども、もしよかったらさっきも言いましたけど中でもこれからやりますので、そっちはね結構爆音でやりますので、爆音盆踊り味わいたい人はぜひチケットを買って、それから今日これだけだとちょっと踊り足りないなっていう人はどっかでこの辺で CD も売ってますので、さらに営業なんです。はい、なんかトラさんみたいになってきたよね。なんか喋った後物を売るっていう、バカボンのパパよりバカなパパという CD が出ました。でそれの冒頭が富士雄温度で、今の二階堂和美さんが歌ってくれてますので、よかったらぜひぜひ、買っていってください。じゃあちょっと富士雄温度に入る前に、まだ時間がありそうなので、アマちゃん温度っていうのが実はあるんですけども、すいません、もうアマちゃんの名前を使いまくってますけどね。アマちゃん温度というのがあるので、それちょっとみんなでやってみましょう。これとても簡単なので、多分、ステージ上で相方伊藤さん、ちょっとアマちゃん温度の簡単な説明をお願いします。はい、それではアマちゃん温度の練習したいと思います。これは一定の踊り動きをこう何回も繰り返すってやつなので、すぐ覚えられると思います。したらですね、まずアマちゃんなんで水中メガネです。メガネ、これ一歩ずつ進みます。これ、キノコ、水飲んでるんで、ちょっとやって。メガネ、水中メガネ持ってます。メガネ、一歩ずつ進んでますよ。今度、下見ます。下。で、その下見たまま後ろに下がります。はい、下がる。そしたら、踊るとまず1。一歩進んで、はい、1。で、そのままここに、ゴーグー。で、イガイガします。イグニです。Thank you.
どうもありがとうございます。じゃあもう一呼吸置いたらもう一回藤尾音頭やって、僕らは中の方のステージに移動しようと思いますけども、大丈夫、暑くない、疲れてる、疲れてる方は、熱中症にならないように周りにお店がいっぱいありますので、そこでお金を出していただいてビールとか飲むと熱中症にならずに済むと思います。ビールはやばいか、もう何でも飲んでください。あと、赤塚不二夫グッズも周りでいっぱい売っております。それから、すぐここには不二夫ロック、スペシャルの、ラムネ、ラムネが今時懐かしいラムネも売ってますので、ぜひぜひということで、もう一回あの不二夫音頭の宣伝させてください。今日コロンビアから発売になりました、バカボンのパパよりバカなパパっていうテレビ番組があったんですけども、先週終わったかな、その番組のサントラの一番冒頭に不二夫音頭というのが入っております。サチコエムさん、江藤直子さん、大友先生で作りました。でちょうど今ここにいるこのメンバーたちで録音をして、歌っているのは、二階堂克美さん、それから CD の方には、高橋幸宏さんとか鈴木圭一さんとか、他にもコトリンゴさんとかびっくりするようなメンバーが入ってますので、ぜひぜひチェックしていただければということで、じゃあ、このセットラストもう一回不二夫音頭を踊って、お別れというか、次のセットに移行しようと思いますけども、みんな踊ってくださいね、よろしくお願いしますよ、頼みますよ、踊りましょう。じゃあ不二夫音頭いきます。いいかな、ワン、ツー、せーの。お仕事ですか、買い物ですか、お食事ですか、お迎えですか、出張ですか、お出かけですか、レレレのレですか、お出かけですか、お出かけですか。
この後一旦ですね休憩をいただきまして、午後7時よりまた再開をいたします。午後7時より再開いたします。その時は生演奏ではございませんけども、ぜひ富士音頭それからまた盆踊りにご参加いただきたいと思います。さっき踊っていっぱい汗かいてると思いますので、しっかり水分補給なんかもしていただいて、うちを目標にしておきます。それからドリンクなんかもございますので、どうぞ水分補給、一回コンディション整えていただいて、また7時にお目にかかりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。オートのバンドは7時半から向こうでやります。はい、踊り始めた人はホールへどうぞ。ごめん、連載ごめん、書きます書きます。